皆さんこんばんこばは今回は70代になっても若い頃と変わらぬスタイルを維持している歌手山本リンダさんの波乱に満ちた人生についてお話ししますまずは軽くプロフィールをご紹介します山本リンダ、本名稲葉敦子出身地福岡生年月日1951年3月4日血液型 O 型職業歌手女優タレント リンダさんは1951年、アメリカの軍人だった父親と、ダンスホールのダンサーとして働いていた日本人の母親から生まれたハーフで、1歳の頃父親が朝鮮戦争で亡くなってしまった後は母子家庭となり、とても貧しい生活の中で育ったそうです。4歳で出生地の福岡県から神奈川県に引っ越したそうですが、小学生の頃などは、 顔立ちがハーフということもあっていじめられ、その時の辛さは今でも忘れられないそうです。11歳の時に、スタイルの良さと美しい顔立ちが認められ、ファッション誌、ソーエンの専属モデルとなり家計を助け、その後、NHK の音楽番組、夢のセレナーデの初のカバーガールに選ばれました。世界中でブームを巻き起こしたイギリスのモデル、ツイッキーが来日した際には、 ファッションショーでランウェイを一緒に歩き、ジャパニーズツイッキーと呼ばれることもありました。音楽に興味のあったリンダさんは、まだ高校生だった15歳の時に、困っちゃうな、でアイドル歌手としてデビューしたことで、歌うファッションモデルと呼ばれ、曲は100万枚を超える大ヒットとなり、NHK 紅白歌合戦にも出場しました。しかしかかその人気も長く続かず 低迷し数年間つらい時期を過ごしていたそうですが人気子供番組「仮面ライダー」に出演する機会があり徐々に人気を取り戻していったそうです1972年に発表した「どうにも止まらない」でかわいいアイドル路線から「お腹を出した当時は過激と言われた衣装で踊りながら歌うセクシー路線」に変更して曲は大ヒット「紅白歌合戦」にも5年ぶりにカムバックしました しかし、1970年代後半には再び人気が低迷し始め、所属事務所からは解雇され、さらに追い打ちをかけるように、助け合って生きてきた最愛の母親が50歳という若さで事故し、仕事も支える人も失い、なんとかスナックなどで歌を歌って回り、しのいでいたそうです。 1990年になると人気テレビアニメ「チビまる子ちゃん」の番組内でで主人公マルコがリンダさんのモノマネをしたことなどから再び注目を集め1993年に42歳でヘアヌード写真集を出版20万部の話題となりますが関西のラジオ番組でお笑いの北野誠さんからまるでサイボーグのようだこんな写真集買ってはいかん 告されてしまい名誉毀損として1億円の損害賠償を請求する騒ぎとなりました2001年5月知人の紹介で出会った7歳年上で亡くなられた前妻との間にお子さん2人がいる大学教授の稲葉さんと50歳で結婚結婚が遅かった理由として自身が熱心に活動している創価学会の幹部が理想の男性像だったため他の男性が好きになれなかった とといいうことを週刊誌にててコメントしています結婚以降は結婚生活と並行して大好きなシャンソンなどの音楽活動をメインで続けておりましたが2022年1月芸能活動55周年となる記念として新曲「明日への翼」をリリースして注目を集め BS などの音楽番組などにも出演しています。 これからの活動については、自分より年上の先輩方のステージを見ると、元気や頑張ろうという気持ちが湧いてくるとテレビでおっしゃっていたリンダさん。今後、何歳になっても長く歌える歌手でいるのが目標だそうです。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。また、お会いしましょう。